よいしょ。はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお祝いしてまいりたいと思います。本日、5月27日月曜日19時11分でございます。いやー、本日もお祝い食べよう、お祝いね。いやー、いや、それ疲れたね。大丈夫大丈夫大丈夫、やましいことがなかったらビクビクする必要ないんだから大丈夫だって、安心したよ。おいしいね。今日これあのカレースパゲティよ。もう今日はね、もうなんか10時ぐらいからカレースパゲティ食いたい、カレースパゲティ食いたい。最初はなんかカレー食いたかったのよ。これあの絶品っていうルーあるじゃん、あれ作ったの。あの絶品マーク好きなのよ。あの絶品食べたいなーって久々にと思って。でも朝ね、金曜日の夕飯の残りの、はい、いただきます。ちょっと話が長くなるから酒食べよう。朝さ、金曜日の夕飯の残りのさ、チキンのトマト煮にライスかけたから、今日は夜はライスじゃねえな、パスタだなと思って。はい、カレースパゲティ、スパゲティにカレーをかけただけ。これがうまいんだ。いただきます、いただきます。抜群にうまい。なんでこのスパゲティにカレーをかけただけでここまでうまくなるんだろうっていうぐらいうまい。あのご飯じゃないからやっぱ喉越しもいいしね。すぐにうまい。ちょっと具が邪魔だって感じるくらい、ルーとこのパスタの組み合わせが素晴らしい。 1.4 ミリパスタ、茹で時間5分の 1.4 ミリ、安いやつですよ。これがうまいんだよな。じゃがいもとかね、玉ねぎとかね、具をいっぱい入れてあるんです。これでもね、ルーね、あの2分の1箱しか使ってないの。2分の1箱って言ってもさ、マー君らがさ、若い頃ってさ、カレールー買ったらさ、1箱使ったレシピのが書いてあってさ、今はもう2分の1を使ったレシピが書いてあるのね。時代ですわな。素晴らしい。具よりこれパスタとこの ルーのね、絡み合いが素晴らしい。一度試してみてみましょう。細めのね、パスタにカレールーって、うどんで美味しいんだからパスタでまずいわけだよ。
美味しい、ほんとパスタがうまい、ルーと絡んだパスタがうまい、うん、台風だね。もうなんか暖かくなってきたなと思ったらすぐ台風来たね。やだね台風もね。うん、おいしい。なんかすごいカレーの中の具ばっかりが残っちゃった。いいんですよこのね、具がね、美味しいんですよ、またじゃがいもとかね、カレー味のじゃがいも、うまいじゃないですか。具たくさんですから、いつも水はね、少なめにしてちゃんと考えてやるな。カレーにはスパゲティだな、ほんと。スパゲティの方がなんか喉越しが良くてさ、いいのよ、ほんと。台風来てるって言っても今日こっちに来るわけじゃない。なんか30日かそこだったかな。美味しかった。お腹いっぱい。カレーのスパゲティ本当素晴らしく美味しい。うん、それではごちそうさまでした。皆さんまた。お会いしましょう。さよなら。